はい、こんにちは、カズです。今日はオートバックスさんの、プライベートブランドだと思うんですけど、ティッシュのように使えるマイクロファイバークロス、こちらをご紹介します。今日はですね、このね、オートバックスさん行った時にたまたま見つけたティッシュのように使えるマイクロファイバークロス、こちらはね、大容量パックの30枚入り、これ12枚入りってのもあったんだけど、どうせ買うならね、あの30枚入りの方がお得だったんで、そうだね、はい、こちらにしました。30枚入りでね、値段がね548円、1枚あたりにすると、18円だそうですね。はい、なんかこう、なんつうんだろうな、まあ、まず開けてみましょうか。はい、はい、開けてみましょう。僕らもまだ開けたことがないので、はい、どんなもんなのかってね、ちょっとね、見本があったからね、見本は触ってみたんだよね。うん、ててーんと、はい、まあ、確かにティッシュのように使えるね。あ、どう、タオル、あ、むっ、あ、やっぱ、あ、なんか触るよりいい、あ、お、あのお店に出てたやつよりいいわこれ。うん、うん、え、あ、ほら、あ、あ、ふわふわしてるよ。うん、あ、これなら、あ、これいいわ。車体拭いてもさ、そんな問題ないかもしれない。拭き取りとかさ、車に積んでてさ、ね、拭くもの忘れたってなって洗車行ってさ、そうだね、これでキャキキャって、鳥糞とかさ、あ、ちょっとやりたいときさ、鳥糞のシュシュシュネとさ、ね、あ、ちょっといいかもしれない。これすごい大きさ的には、これなんだ、20センチあるかな。ほんとね、うん、25とか、ね、25ぐらいあるか、25かけぐらい、うん、これ後ろに書いてあるかないかな、書いてあるわ、多分書いてるな。あ、惜しい、22センチ、あれ、ハイちゃん、そんな手ちっちゃかった、よくわかんない、22センチですね。うん、割と大きい、はい、大きい、うん、で、ポリエステル 88%、うん、ナイロン 12% なんですって。うん、うん、で、乾いたままも使えるし、うん、水に浸してよく絞ってからも使えると、うん、で、使い終わった後は中性洗剤で洗って乾かしたら、うん、まあ、何度かね使えると、うん、ってことはね、18円だからさ、うん、2回使ったら1回あたり9円、4回使ったら1回あたり 4.5 円だ、うん、いや、お得だね、ケチ。はい、じゃあこれを、ちょっと車でね、実際に使ってみようかと思います。はい、はい、じゃあティッシュのように使える、マイクロファイバークロスをちょっと車内で使うんですけど、はい、今回ね、ちょっと車内のこう艶出しにね、クレポリメイト、おっさん世代にはね、あの懐かしい車内の艶出し剤、はい、今いろんなのが出てきて、いろんな専門的なのが出てきたんですけど、うん、昔はみんなね、これ使ってたんだよ。20数年前ぐらいかな、生まれてないかも。そうだね。これ使ってたんだよ。これちょっと使ってみようかな、うん、じゃあね、これちょっとこの辺にね、塗りますよ、うん、はい、シャッシャッとして拭くと、まあ、マイクロファイバークロスだからね、うん、こういうことに使えるんだよと、うん、ただこれだけ、はい、これだけ、ね、そう、これも使えるよ、うん、あ、汚れる、バッチ、うん、汚れる、これちょっと凹凸っつうかさ、こうあれしてっから、もしかしたら汚れをかき取るとその能力も高いのかもしれないね、はあ、どうなんだろうね、あんまり適当なこと言えないけどさ、はあ、うん、でも白いから分かりやすいね、はい、分かりやすいね、そうだね、うん、で、思った以上ほんと柔らかい、はあ、うん、ふわふわしてる、そう、で、あとはまあこうやって順番にね、1回で終わらないで、うん、いろんなところに使うことができるから、うん、例えば窓、この後窓拭きますよっつって、うん、これつけた面で拭いちゃダメね、はい、じゃあこれちょっと面変えてね、ああ、ガラスクリーナーとかね、うん、こうやってシュッ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 としてね、うん、で、こう拭くとか、ああ、こういうこともできると、できるよって、ああ、ね、すぐ乾くね、すぐ乾くね、あっちからな、ああ、ね、お、大丈夫、そんな、うちも音汚くないわ、タバコ吸わないもん、ああ、うん、綺麗だろう、ああ、こんな感じ、こんな感じで車内でも使える、ああ、はい、そしてさらにこのまま車外でも使えると、はい、はい、はい、じゃあちょっとね、ウォッシャー液の跡とかね、うん、こうついたとこね、うん、このマイクロファイバークロスで拭いてみましょう、ああ、いいよ、キュー、キュー、キュー、ちょっと地味に気になるよね、これ落ちるかな、どれ、ハスコーティング、あ、落ちないんじゃない、だってこれ、あ、弱アルカリだ、落ちるじゃん、落ちるかな、
今日割とゴシゴシいくし、今日暑いし綺麗にしたいっしょ、綺麗にしちゃおうそんなに塗らないでよって。撥水しなくなってて事故ったらどうすんのさ。大丈夫、うちの保険だから。そういう問題かって春の保険どうすんのさ入ってるけどよいしょ、ね、こうやってね、いろんなことに使える。でこれ今ね、濡らさないで使ってるけど、まあ、濡らしても、ね、すんげえ後つくんだけど、ね、これでこっちに行ったから、この瓦拭きね、空吹けてないけど、空吹きね、空吹けてないけど、空吹けてない？うん、本当だ、空吹けてないね、空吹けてないね、うん、難しいね。この暑い日に窓をやっちゃいけない。そう、窓は難しい、うん、でも濡れてるじゃん、だってそのちょっと濡れてんのかな、いろんなもんつけやがってよし、はい、こんな感じ、うん、はい、じゃあ濡らして使ってみますね。はい、はい、出てくる水があったかい。うわぁ、やだ。出てくる水があったかいよ。打ち水、打ち水。あ、ちょっとずつ冷たくなってきた。はい、よく濡らして。はい、濡らします。はい、で、絞って、うん。はい。この状態でも使える。はい。はい。で、なんつうんだろうな。あの、水の吸い込みが良くって、うん、絞ると、水が結構水気がなくなるのが早い。ほう、はい、ちょっと今ね、うん、水で流しただけで汚れもなんか割と落ちてる、割と落ちてる、うんうんうん、割と落ちてる、こっちもね、うん、こっちもさ、ほら割と落ちるよ、汚れが、うん、割と落ちる、うん、あ、結構使えるんじゃん、結構使えるかもしれない、回数がね、はあ、うんうん、いいんじゃないでしょうか、はあ、うん、548円の割にで30枚も入ってて、ね、なかなかこれはいいか も, かも、あの車にね、あの小さい方、12枚入りの方だけでもさ、積んでたらいいか、積んでたら、うん、うん、便利かもしれないよこれ、うん、ね、はい、では近所のオートバックスさんで見かけたら、ちょっと買ってみてはいかがでしょうか、はいはい、ティッシュのように使えるマイクロファイバークロスでした。はい、はい、本日もご視聴ありがとうございました。はい、これ普通にタオルでも良さそうだよ ね, ね、普通にいいんじゃない、普通にいいよね、でちびっこいるとことかでもさ、あーそうだね、これあのよくなんかジュースこぼしたとかさ、口拭いたとかさ、ジュースこぼしたとか、手拭くとかさ、ね、そうだね、いいかもね、うん、全然いいかも、柔らかいから全然ちびっこでも、そうだね、ご家庭用にもいいかもしれないね、なんかどっかトイレ寄った時にでもさ洗っちゃえばさ、あー、はいはいはい、使えるで、なるほど、あ、車に置いとくとそうだね、そうだね、かなりいろいろと使えるね、うん、使える、うん、オッケー、はい、はい。